竹内、なんかスミが今部屋で落ち込んでて、なんか泣きそうというか、俺に誇れるもんはなんもないみたいな。俺からは言ったんやけど、竹内からもさ、スミのいいと思うところとかさ、言ってあげてほしい。珍しいな。うん。俺だけじゃダメみたいから。うん。大丈夫スミ、開けるよ。うん。ちょっと言ってあげて。なんかもう落ち込んだ。お前本当に明るいからみんな周り救われてるぞ。何急に元気出せよ。元気あるよ。それも見たところ見つけ元気あるけど、なんか落ち込んでるってことですみが。何どうした。すみ落ち込んでる。落ち込んでないよ。なんか見たところ元気あるけど。いやいや、お前が言うからね。ん、いや、なんか急に竹内がこっぱずかしいことすんやったから、うん、どうしたんかなと思ったけど、うん、確かに大丈夫か。いやいやいや、すんまん、なんかぬるっとしてるしお前が隅押し込んでるから元気づけたるよみたいに言うからやろ。言ってないの。言ってません。ぬるっとしてるちょっと竹内、なんか隅がめっちゃ落ち込んでて、落ち込んでねって、なんかめっちゃミスしちゃったらしくて、俺も言ってないけど、なんか竹内からもさ、なんか今までなんか俺もこんなミスしたよみたいって慰めたみたいな。いや落ち込んでねって。いや本当マジでむっちゃ落ち込んでる本当に。竹内から俺も全然こんなミスするよみたいな、なんか言ってあげて、元気づけてあげてほしい。何やねん。頼む、本当頼む、俺からもこの通り頼む。何やねんお前。墨あげるよ。俺もミスドで働いてるときさ、なんか人のトーク、そのセットの商品買ったら、うん、ブロックみたいなやつを入れて、うん、その渡すみたいな、あって、まあ、俺が入れ忘れてて、その人がもう結構遠くの大阪だったんだけど、俺が働いてたの、奈良までもう帰っちゃってて、店長がもう奈良まで渡しに行ったみたいなのあって、俺なんかそんなミスあったな。何の話。鼻で笑われちゃった。あ、うちなんか隅が落ち込んでてさ、うるせえ。いや、ごめん、これは本当に何好きな子になんか告白したけど振られたらしくて、え、さすがにきついやそれは。振られてないから。いや、こうさっきは本当ごめん、なんかだから変な感じでさっき嘘ついちゃったから今。嘘ついてたんだやっぱ。ごめん、それ本当ごめん。だからそれ謝る、それ謝るから信じてほしい。え、俺のことはじゃあもう無視してもらっていい。もう隅のためやと思って。ちょ、お前のこと無視するのか。隅も行かなくていいから。もう本当これ違ったら、じゃあもう本当殴ってくれ、それぐらい大丈夫。本当殴る、これ本当殴ってくれ、これ違ったら。ほんと殴る、好きな首ってけど。好きな子に振られたらしくて、竹内もなんか、じゃあなんかさ好きなタイプ言って紛らわしてやってほしい。え、ちょっと頼む、ごめん。なんで好きなタイプ言ったら紛れるのか。ちょっと意味わかんない、行かない行かないから。じゃあこんな振られた話あるよみたいなったら。え、振られたことある、今まで。いや、ないね。じゃあもう作り話でもいい、作り話でもいいから。俺も振られたことあるわとかだけ言ってもらって、そのそういうのが一番、共感が一番、そういう時いいから、頼む。これマジごめん、さっきのせいで本当に、いやさっきのせいで中層みたいになっちゃってる。うるせえうるせえ、パックいじまってるよ。まだ分からんよ、聞いてないでしょまだ。聞いてないけど分かるよ。好きな子に告白、本当にいい休日みたいな顔してた。好きな子に告白して振られて落ち込んでんだよ。あれ落ち込んでるでしょ。落ち込んでる落ち込んでる。ちょちょちょ、まだ分からんから。分かるよ。まあ、見ながらポッ。ちょ、竹内、スミが今部屋で花火にやってて、なんか花火のコスプレして、何バーみたいな。花火やってる、花火やってる、なんからしく、なんか花火やんねんみたいにして、うん、花火のコスプレして、なんかこう、わかる。どっちどっちどっち、花火やってるの。花火のコスプレしてるので、花火のコスプレで、こう、花火をやってる。花火のコスプレって何だろう。花火自体をやってるんだ。花火のコスプレ。花火のコスプレ。花火の、
なんかこう、火花みたいなのをなんか多分絵で再現して。どうやってやねん。ねね。なんかその、ねねじゃねえ。ねねじゃねえ。大の字になって飛ぶみたいなして、バーンって言ってるのよ。うん、たまやだけ言ってあげてもらっていい？なんでだよ。すごい。たまやだけ言ってあげてもらっていい？なんでだよ。ちょっとそれさ、気分良くなると思うし、そう。花火の、なんかあれなんやろ、なんて言ったんやろ。口でちょっと説明しづらいな。なんでだよ。見てもらわんと。2本やないか。2本やないか。その、たまやだけちょっと一応話して。たまやだけこう。たまよ。